からドリー行って真ん中で止まります。距離はこのくらい、大体、うん、でここから親指、親指、人指、そう、これOK? スロー、スロー、スロー。 OK? これ、さっき練習したやつを試合でイメージした感じ。スロー。 OK? めっちゃスロー。めっちゃスロー。めっちゃスロー、一回いくよ。ここでドリブルします。ここで、相手と一対一構える。で、いつも練習で親指、親指、小指。え、どういうこと？ OK? 今日練習したやつ覚えてる人。今日のマーカー練習。小指で出す。引いて、止める。出す。これ覚えてる？覚えてる。と、これを試合で使えるための1対1。はい、チーム。参加する？と、イメージは相手と1対1です。と、相手を軸足前で、相手が取らない位置に置きます。で、親指、親指、小指、出す、止める。で、こっち。こういうイメージ。OK。もう一回出すね。もう一回出すと。ドリーします、ドリーします。止めたら軸足が、前で、親指、親指、小指、やめる、止めて、小指。OK ですか？はい、やってみましょう。
通さないと寄せられるから、ここの引いた後はまた入る。ナイス、帰ろう、帰ろう、どんどん行っていいぞ、よし、来たぞ、親指、親指、小指引いて、トン、回して、押し、最後押しな、最後からボールを蹴るってイメージよりも自分とボールが一緒に蹴らない、蹴らない、すごい、親指、小指、小指、引いて、押し、あれ、もう一回行こう、4番、親指、親指、小指、親指、親指、小指、怖くないぞ。だからどっちかボール、すぐあるから。